こんばんは、ミントです。今焼きまんじゅうを買ってきまして、でその焼きまんじゅう買ったところにですね、ちょっと知り合いの方がお手伝いで来てたんですよ。でちょっと結構お話しして、でなんかその方がなんかプレゼントをくれまして、なんかたまたま持ってたみたいな感じでプレゼントをくれたんですよね。でちょっとこれを開けてみます。すごい久しぶりに会った方なんですけど、もう私その人のこと、あ、女性の方なんですけど、その人のことも大好きで、将来ああいう感じの方になれたらいいなってと思うぐらいすごい感じが良くて優しい方で、なんだろう、なんかハンドクリームって言ってたんですけど、ちょっとこれ開けてみます。ん、どうやって開けるんだろう、ここかな。へえ、かわいい。ありがとうの気持ちを込めてって、ゆずの香るハンドクリームセット、へえ、こういうのいただきました。すごい食べたかった焼きまんじゅうなんですけど、小豆入りと普通の焼きまんじゅうです。小豆入りから食べます。大きい、おお、焼きまんじゅうふかふかです。焼きまんじゅう大好き。うん。うん。うん。美味しい。あんこ。美味しい。次は普通の焼きまんじゅうです。うん、おいしい、ふかふか。焼きまんじゅう美味しかったです。